受験生版タイガーファンディング一本流し検索戦イエーイ、はいはい、ということで今日からですね、はい、えと過去で面白かった回皆さんの評価が高かった回を中心に実は受験生版っていうのは第1話第2話第3話ってね3本に分かれて配信されてるんですけども、はい、これを一気見していただこうということで。 新しい企画を考えましたので、あの素晴しいこと思います。はい、受験生版シスさんとの新度おもちゃんです。よろしくお願いします。はい、今日一本目どうしましょうね。はい、お一人目はどなたでしょうか。はい、えっと受験生版のね一歩目はね林義也くん。はい。はい、十二人目の志願者なんですよね。はい。どんな志願者ですか。彼はまあ医学部に入って医者になって発展途上国で第二の細いドラゴンになるみたいな。 そんなことを言ってた人なんですよ。はい、はいはい、その時の虎はもちろん細井さんですね。はい、で、小橋さんから山火さんで吉村さん、松原さんっていうね。今もういないんですけど、松原さんは、うん、この5人が虎でした。うん、あはい。 ちなななみにあの主催も募集しなさってましたけどもそうなんですよ僕司会やってたのに、はい、僕が希望金額の半分出しちゃったっていうねまたまたはいまたまたやっちゃったっていうね、はい、あのそんな回でしたけれども、はい、まあね林さんは今もちょっと追っかけさせていただいててこの動画が流れる頃には受験結果が出てると思います実は受験生版もねやり始めて1年以上経ってるんだけどようやく彼らの結果がこの春にね いろいろ出てくるんで、はい、多分一発目の結果は出るのかなまあ良くも悪くもですよ、はい、っていう感じになると思うので、はい、まあこれ面白いんでね、うん、ぜひあのちょっと見ていただきたいと思います楽しみですねではどうぞどうぞではどうぞ失礼します今宵も 一人の受験生が進学のための資金獲得を目指して虎へと挑むはいではまずご経歴をどうぞ名前は林芳也です、えっと、現在19歳で千葉市緑区に住んでいます最終学歴は成田高校を卒業して現在2度目です、えー、では今回の希望金額と投資形態を教えてくださいはい一番は、えー、虎の中の一人か複数人の えー、塾に無償で入塾させていただくことが一番で、それがダメなら、えっと、百万円の投資をお願いいたします。これ、今回初めてのケースですね。こういう言い方は。ね、ということは最終決断で、例えばですよ。細井先生からどうぞって言われて、細井先生が、じゃ、あ目付けにおいでって言ったら、これで終わりっていう話ですよね。で、それぞれ今日は五人とも、えっ、ー、と、塾を持っていらっしゃるので。それぞれの塾で、無償で。 るることをを強化すかかかどううってていいお尋ねを1枠から5枠らまでしていきます。で、そこでもしもう決まってしまえば100万円という話はもうないのでそれで「おめでとう」で終わっちゃいましょう。でどなたもそれはないということであればじゃあ改めて聞き直しますっていうことで2回り目でえと100万円のうちいく枠か積んでいただけますかっていうことでやっていきましょうか。では あなたが思い描く未来の姿は、はい、医者になって発展途上国で第二の細井川先生になるです。オールワンなせん、新しい未来を掴み取れキャッチ・ァーファンド。今回のプランなんですけども、無償入塾か投資ということで具体的にはどのようにこちらを判断すればよろしいでしょうか。えっと、僕の第一希望としてはどのトラでも。 僕は本当に全員素晴らしい塾を持っていると思っているのでそこで無償で入塾させていただいてそこで1年間頑張りたいっていうのが僕の第一志望で,でそれで本当に誰も、まあ、リスクがあるので誰も僕を塾に無償で入れたくないってなった場合は、えっと、100万円をいただいてそのお金をもとに他の塾でやっていきたいっていう意味でじゃ、まあ我々がまずその入塾、まあ、無償で、えー、させてあげられるかということを判断してもし,もしそこがだめだったらじゃ100万円でもう一回判断するみたいな。 そういうういい感じででよろしいでしょうかちなみにですねその100万円が1人から出るとするじゃないですか、はい、極論ね、はい、そしたらその人の人塾に行くんですかいやそれはその,その100万円は細井先生から出たけど、はい、キャストダイスに行くっていう場合もあるの <laughs> <laughs> そうはいそこまでは考えてなかったんですけどえっとまあ料金的に 100万円で通える塾っていうのが、まあ、武田塾が、えっと、オンライン予備校がかメディケードも110万円ぐらいの一番安いプランがあるんですけど、えっと、まあ、考えていなかったですかキャストレースはもっと高いのそうです,えそうですかいや,高いのいや安い安いの、はい、じゃあ細井さんのとこが一番高いと思いますこれ110万じゃん、はい、じゃあなんとかなりそうじゃんねと、はいそうです、ね、ことは自分の中で選択肢は一応5あるわけじゃないですか、はい でもあのこれ放送するかどうか別として自分の心の中にもし要は第一希望の予備校あるんですかこれ言っちゃったらちょっとめっちゃだよね。そうですけど言わない方がいいね今は言わない方がいいね言わない方がいいねはいじゃあこのままで進めてましょうはいどうぞはい発展途上国で細井先生になりたいはいそうですヤバすぎるですよね細井先生はあの東京にいますけど全然先進国にいますけど大丈夫です大丈夫はい。 えっと僕は本んに小さい頃から、えっとまあ、最初は韓国のドキュメンタリー映画で「泣クなトムズ」という、えっと、アフリカの南スーダンで働いてる、えっと、医者のドキュメンタリー映画を見たのが小学4年生でそこから10年間ずっと外科医になってアフリカで働きたいっていうのが自分の夢で最初はも,うもちろん他の NGO 団体みたいにどっかに所属して、えっと、寄付なり支援なりいただきながら。 ずっとそこで、えー、と治療しながら教育に携わりたいと思ってたんですけど、えー、そこで細井先生の、えっと、活躍を見ていや本当に医者でも別に自分でお金も稼げるし YouTube で宣伝もできるしもう自分でできることはできるんだってことをに気づいたんでそれで、まあ、つまり何で細井先生になりたいかっていう意味はそ,その意味は、えっと、自分でできることは自分でやりたい、えっと、YouTube で,で宣伝しながら。 自分でビジネスで資金も稼いで発展土壌で医者をやっていきたいっていうのがその意味です。まあ俺になるのはちょっと全員には勧められることではないんですけどね <laughs> え。ただビビオをやりたいいやそういうことわけじゃないです。あでですえっと細井先生がまあなんで細井先生がというと細井先生は医者をやりながらまあ学習塾も経営してて YouTube もやっててまあいろんなことをやってて僕も医者をやりながらえっとビジネスをして自分で資金を できる自分でできる範囲は自分で稼いで、その元に向こうで。えっと働きたいっていう意味で、その宣伝もしたり、そういう全部したいという意味で。その細井先生になりたいって書きました。まあベースとして、医者でしっかり稼ぎながら。そこから自分のやりたい事業にどんどん投資してったりとか。していきたいっていうことなんですね。えー、まあアフリカ現地では、アフリカでは本当に向こうの現地の人が自分たちで。その。払う資金力っていうのはないと思うので。 本当最初は本当に、えっと、ボランティアじゃなくてその支援をいただきながらやる予定だったんですけどだから、その医者としてそのお金を稼げるかどうかは正直よく分からないんですけどその足りないお金の分を他の事業で稼いで働きたいっていう意味です、うん、まあね、そういう絵をねでっかく描くのはすごいいいことだと思うんだよね、19歳だし。いやけどまあその描いたところでそれがね、持ちで終わっちゃいけないんだよね、結局。 えー、去年の共通テスト67割の605点これ現実的な数字なんですかねちょっと僕にはあんまりそういやなんか言う割に点取ってねえじゃんって思っちゃうんですけど、はい、そ,すそれどうなの、えー、もう全く言い訳するつもりない,ないんですけど、えっと、去年と現役の時は、えっと、国立を受けなかったってのもあってその共通テストの対策ってのを、まあ、ほとんどやらずにその本番 まあ現役の時は先生に一応本番の,れのために受けなさいって言われて受けてで、まあ、去年も、うん、もしかしたらもういい点取って、まあ、共通テスト利用入試を受けるかもしれないけどと思ってたんですけど、えっとまあ、その国立を目指せる実力がなかったので、えっと、共通テストの対策を全然してなかったっていうのが、まあ、一応、理由にはあります。まあ、一応それれが今自分の実力だってこことは間違いないなんですけどこれ 個別指導塾キャストダイス塾長小林翔 YouTube キャストダイス TV を立ち上げ教育系 YouTuber として情報発信先取りと勉強量を重視した受験生サポートコンサル授業で学びの場を拡大する学習塾協会の東大王の前に才は投げられるどの目が出るかは受験生次第これ,これまではど,どこを目指して勉強したんですか 現役の時は国際医療福祉大学と順天の大学を受けて、えはい、二論目の時も国際医療福祉大学と順天の大学を受けました。これ詳しい点数の内訳ってなんかあります？はい、持ってます。えっと、あ,あ、じゃあこれ回しますか。お願いします。はい。ちなみにあの皆さん視聴者の方のために国際医療福祉大学っていうのは 細井先生どんな大学ですかそうですすかそうねあの新設の私立医学部なんですけれども、はい、まあ特徴としてはやっぱり学費が今現在こあ国の中で一番日本で一番安いというところですね<ー>2000万切る学費で,で、えっと、ちょうど今5年生ぐらいまで,ですかいるような大学で要するにまだ卒業生が出てないような大学ですねなので次入った時にちょうど学年全部がまあ満タンになるかなぐらいの、まあ、要は歴の浅い大学です。今おっっしゃった 1, 万っていうのは 年間ですか?。えっと、六年間で。年間で。えっと、二千万弱です。一千八百五十万ぐらいですね。あじゃ、市内の医学部としてはかなり安い。そうです。時点に慶応が来て、その次順天って続くんですけれども。はい、あの、かなり安いっていうか、一番安い部類になりますね。はい。で、まあ、大学としては、その千葉大、あとは慶応。まあ、あとは東大の先生もいるのかな。まあ、そこら辺が、まあ、合弁みたいな形で。まあ、その各、まあ、この科ですね。を受け持って、回しているような大学になりますね。どこにあるんですか成田です。はい。 で特徴的なのが、えっと、全員が USMLE というその要は海外の医師免許の試験ですねアメリカの、はいはい、を、まあ、取れるようにしようっていう、まあ、その大義があってです、ね、多分全員が取るというのは難しいと思うんですが、えっと、もう1年次後半ぐらいから授業がほとんど全部英語になります。 なので要するに国際社会で戦えるまあ医師を育てる、あるいはまあ成田近辺ですからやっぱり海外の方々がまあよくまあ住まれる地域なのでえそういったところの医療に携わるまあ今後、要するに学まあ海外の学会とかでどんどんしっかり幅を利かせていけるような日本の医療というのを掲げている大学です現時点での次大医学部の偏差値としてはどの辺にあるんですか。上から多分、まあ 変動しますけども5、五六番目ぐらいかなと思いますね。やっぱり慶応さん、時恵医大さん、そして日医さん、順天さんっていうのがありまして。まあ、その次に行くかっていうところですね、はい。やっぱり今細井先生がおっしゃったようなことがあるから、ここに一番行きたい。はい、やっ,やっぱ一番はやっぱ英語に力入れてるってことで、本当に海外で働くことを目指してきたので。英語を力入れてる国際医療福祉大学を目指しています。 本当は千葉大は <laughs>、まあ本当行けたらもちろん国立で、えっと、お金も借りる必要がなくなってくるので行けたら一番いいんですけど、えっと、千葉大がどれだけ難しいかも自分で分かってるんですけど本当に今年2棟目に入って、うん、うんなんか本当に正直次第医学部受かりたかったんだったら本当にそれぐらい目指してやんないと、まあ、受からないと思ったので今年は。 千葉大を第一志望にして、本当にそこに受かるけで勉強して。まあ、次第には確実に合格したいなっていう気持ちで、千葉大を目指したい、うん。っていうことで、第一志望に入れました。なるほど。さっきの。二ページ目の、この受験後の不合格のところ見てください。彼は三浪はしないつもりみたいです。うん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 。千葉大に入ったらバイトで、自分から。はい。はい。えっと。えっと、まあ。 経緯があったのは本当にもともとは今年でもうダメだったんでもう僕じ本当に自分に絶望してもう本当にもう全て諦めてもうそのまま就職するつもりだったんですけど本当に「タイガーファンニング」を見てからここに最後に一度だけ本当に自分の全部かけて1年やってみようと思って、えー、今出演したのでもう本当にこれでもう本当にできるだけ自分の全部を込めて勉強してそれで1年抜かんなかったらもう何とやっても無理だと思っているので。 えっと、もしも受かんなかったらもう自分の夢も全部諦めて普通に就職しようと思っていますここでナッシングになったら就職ですか大学受験コンンサルティングポラリスアアカデミア代表吉村信弘受験生向けに学習戦略課題解決を提案する受験コンサルティングあまたの生徒たちを逆転合格へと導くこの男が目指すのは日本一の教育サービス新しい未来を指し示すポラリスが受験生たちの後悔の道しるべとなる ここでナッシングになった場合は、えっとはい、それでもまあ1年は勉強しようと思ってるんですけど今まではやってなかったんですかねその量が圧倒的に足りなかったとか、はい、根拠なき自信により自分に甘かったみたいなあるんそうですねえっと、まあ、今まで塾に通った経験がなかったっていうのは言い訳じゃないんですけどうん家でそ勉強する習慣っていうのがもともとなくて、まあ、高校を入試するときも 本当に周りがどんだけ勉強してるとか全く分からずになんか定期テストを受けるような感覚で高校も入学してその後もほとんど勉強せずにやってきて、うん、ずっと去年も宅浪やったんですけど、うん、なんか全然、うん、はいそうですね勉強を確保できなかったってありますね、うんうん、なるほど今共通テストの結果を見たら、はい、全然伸びてないとかむしろ下がってます数学がやばかったですねそうですよねちょっと半分のままやかったんで、はいうん、そうですね去年 まあ本当にちゃんと勉強できたらよかったんですけどもともと数学が一番苦手で、うん、共通テストに向けて勉強するもともと共通テストの対策した,かった,したいったいうプランを立てたんですけど全然間に合わずにもう直前になっても,もうとりあえずインプットでもしないとやばいってなってその共通テストの対策をほとんどせずにもうインプットだけやってまあ受けたって感じです。うんまあ今年ちょっと共通テスト数学なんかしたとはいえ ただ、はい、結構他の点数もあんまり変わってなくて。そうですね。うん、今年一年間は、まあ、拓郎で。まあ、ほぼ成果がないとってことですよね。そ,うですねそれでもう一年、あの、やって、どれぐらい成果が出るかっていうのは、はい、正直ちょっと。僕らも、その、なんか判断材料が多分必要だと思うんですけど。どうん、はい。ここに関する、なんか気持ちとかありますか。そうですね。あの、本当に去年までは。本当に今までも。自分に、本当に自信があって。 もう高校1年生の時も、まもそれも入った後は、もはゲームしながらでもまあ適切で1位取ったりして本当になんか自分がもう天才だと思い込んでしまっててもうそん今考えたら本当に井の中の蛙っていうかもうそれどころじゃなくてもう水たまりの中のプランクトンぐらいで本当にもうずっといい例えだねねそうです、ね、<laughs> 小説家になった方がいいじゃないですか。<laughs> もしかしかたら<笑><笑> で本当に自信があったんですねなんかずっと高3の時も「いい判定」取りながらも自分だったらまあ3か月あれば受かるだろうとか去年の拓郎を決意したのも自分だったら1年家で勉強したらどこでも受かるだろうっていう気分で,で入ったんですけどそんな甘い世界じゃなかったっていうかうん本当になんか家で一人で勉強するにはなんか周りがどれだけやってるのかも全然目に入ってこないし。 それプラスなんかいろんな誘惑も多かったっていうのもあってうんそうですね全然伸びる成績伸びませんでした、うん、いやそういう成績これどうなんですかこれのこの成績で受かりますか1年後 1> まあ99%受からないですよねパー。もちろんその100とは言えないんですけど物事に100%っていうのはないので、はい、例えばこのまあ令和4年のね共通テストの点数見る限り まあこれで来年千葉大受かるとは普通は思えないですよね。はい、ってなるともちろん、まああのー、君がすごい、ね、いい人で誠実なのは分かるんだけども、うん、例えば塾で無償で入学させてとていうのはおっしゃるりりリスクになりますすよね、はい、そうです、ね、そうだから普通に考えたらやっぱりそれって現実的じゃないのかなってこの成績からすると思っちゃうのと、はい、あとはやっぱりそのまだその地に足がついてないような感じがするんだよね少し上滑りしているというか。 なんかこうできるると思ってる節がまだあるよね。だそれって多分まあ成田高校の環境もそうだとは思うんだけどもあの本当にやってる人っていうのはもう見たことないんじゃないかなと思うんだよねマジでやってる人見たことあるガチで千葉へ現役で受かるやつとか東大バシッと現役で受かるやつとか身近にいた身近にいないですだよねだから自分がさそことの距離感つかめてないでしょで自分の中では まあ、細井先生の YouTube とかを何度も見てもう本当に周りがどれだけやってるかっていうのはん、まあ、認識はしてるんですけど、まあ、それは肌で感じたことはなくてでも今年は本当に全てやめて本当に勉強だけに漬け込むぐらいで勉強しようと思ってるのでまあそれがまだちょっとねまだプランクトンなんだよね 女。んな<で>もうもうやってないわけおかしいね。そう,そうそう。今勉強しようと思ってるって言いましたよね。はい。今勉強しようと思ってるって言いましたよね。あ全あそのすべてをて勉強しようと思ってるって言いましたよね。はい。今はやってないですか。昨日何時間勉強しました。昨日は。一昨日は。はい。おととは今週一週間で何時間勉強しました。だいたい一日八時間ぐらいでやってます。それで十分だと思ってます。いや全然思ってないです。 ちょっっとぐららいっていいてうのがさっきから多いんでこのや、勉強するぐらいの気持ちでとか8時間ぐらいでとか、はい、そこちょっと明確に答えられないですか1日8時間は取るようにしてて、まあ、朝に大体朝に何時間やるかとか決めてやってるんですけど、えっと、タイガーファンディングの準備をしてたっていうのもありますしうんそうですねまだちょっと本当に甘かったです。 対抗ファンディングの準備で何やった？資料作りですか？資料を作ったっていうのと、まあ YouTube の見返しとかもしてたし、他にもまあはい他にも勉強だけじゃなくていろんなことをしてました。<laughs> まあぶっちゃけサボってる自覚はありですか？はいありますもちろん。こ外的要因、あごめんなさい。 外部要因内部要要内みたいな受からなかった反省点みたいな書いてるんですけど、はい、結構その外的要因見てると、はい、な厳しくチェックとか相談アドバイスとか切磋琢磨する仲間いなかったとか結構そのガチガチに管理されないと勉強できないタイプなら普通に千葉医とか、まあ、そのレベルの人が目指すところではないんですよ。はい、特にに国公立のの医学部なんんでで今の時点でほんまに、はい 自分自身で大量に勉強しててで何をやったらいいかとかいつ何を勉強したらいいか分からないから我々の塾に、まあ、入れてくださいだったら多分まだなんかこうアドバイスしたら伸びそうとか管理学習のルートみたいなの作ってあげたら OK ってなるんですけど結構その学習管理までおんぶに抱っこでお世話してほしいっていう感じがすごいんでだから多分千葉今無理じゃないっていう空気感になってると思うんですよ。はい、そのな謎の隠しきれなないプライドは僕は僕気になってて なんで二浪して後がなくてしかも今まで勉強してないのに並べるのが千葉と国府と順天なんですか。えっとまあ私立はギリギリ学費の問題があるんで、はい、まあ五三家プラスアルファじゃないとちょっとっていうのはわかるんですけど、はい、普通にまあちょっと具体的な大学の名前を挙げるのはあれですけどもっと受かりやすい国格率ありますよね。はいえっと千葉に関しては国際医療福祉大学の結果次第で決めようと思ってます。国際医療福祉大学が受かったんだったら。 そのまま国際医療福祉大学にも行きたい気持ちがあるので千葉大学に挑戦したいと思ってるんですけど国際医療福祉大学がだメだったら他の先生たちのアドバイスを聞きながら、えっと、自分に合う大学に目指そうと思ってますえ。そのタイミングで決めて間に合うんですか対策って。えっと、対策あ<の>対策は間に合わないけど<あ>出願は間に合う。はい、出願は間に合す対策が全然…そうです対策 普通に考えたらもうあとが本当になくて次就職まで考えてるならガチガチに取りに行けるようなところまあてか例えば仮に弘前だとしても弘前大学の医学部比較的高校率入りやすいですけど仮に弘前だとしてもちょっときつい成績ですようん本んにこう1年間マジで1日15時間とかやりまくってやりまくってやりまくってまあ弘前どうだろうぐらいの感じでもし入塾面談うちとかに来てくださったらもうとにかくまずそういうところから話さざるを得ない成績なんで多分そのまあ気持ちの面では ちょっと自分を反省して勉強しなきゃってここに向かっているかもしれないですけど客観的なその今の学力とその1年後とかもう1年ないですけど1年後の学力がちょっと見えてないんじゃないかなって、ね、これなんであの今年1年だけでやめようと思ったんですか,なんか医学部受験で 教育戦略株式会社代表松原和樹2007年オンライン予備校のパイオニアとして創業全科目例展偏差値29から早稲田大学合格をつかんだ自身の体験を胸に受験指導 YouTube を駆使した情報発信などサポートを続ける受験生版タイガーファンディング主催自ら今宵も受験生を迎え撃つなんか医学部受験ってあの、まあ、もっと、ね、浪人重ねる人もいると思うんですけど何か理由があるんですか 年しかできないといとう本当にまあ僕の中では本当に受かる人は本気でやれば1年で受かれるんじゃないかなと思っててでもう本当に1年でかん今年受かんなかったらもう本当に自分がそれを努力する覚悟がなかったっていうか努力する姿勢も整ってなかったってことなんでもうそれがもう目に見えるので諦めようと思って自分を追い込みたいっていうこと、はい、あの実は、えっと、林さんは もともとタイガーファンディングに出てもらうタイミングとかまだちょっと決めてなかったんですけど鬼のように電話してくれて出たい出たいってすごい情熱的に話されてたのに今ちょっと雰囲気違うから緊張してるのかなって思ったんですけどなんかもっとこう自分の熱さを、うんあのね、ぶつけていかないと多分ちょっと今動きそうにないので。 僕が電話で受けた印象はすごい情熱的でもう先発待ってる感じしたから僕もまあ電話出たんですよ普通出ないんですけどね、うん、しつこかったじゃないですかあんぐらい粘り強くやってくれたらそういうのを何かここでうまくなんか表現してほしいなって僕はちょっと今は思ってますなるほど、はい、難しいですねえっと成績的に厳しいって言われたんですけどもともと英語とかはできてえー 本当に英語のリーディングとかは去年はほとんど,ほとんど読まずになんか対策も一度もやらずにそのまま英語も受けて本当にもう全然何やってたか分からないんですけど本当に自分のプライドがあるとかじゃなくて英語に関しては本当に自信があってで足りない教科はここか確実に伸ばさないといけない教科は数学と科学を、えー、この1年頑張ってや,やっていけば自分の中では受かれると思っているので今年は本当に今までは。うん もう1日8時間勉強すればいい方でもうしない時もよくあって拓郎しながら1日24時間ある中でも全然勉強も集中できなくてだけど本当に今去年の順天大学終わった時に、えっと、ちょうど Google フォトを見る機会があってその時に中学生の卒業の時の写真を見て本当4年間何も成長してないんだなっていうのを気づいて本当何も変わってな,かっなくてそれでもこのまま人生 終わるんだなって思って、すべて諦めて、も就職しようと思ったときに、タイガーファンディングを見て、本当に今年一1年で、本当にすべてかけて、全力で勉強して、絶対受かる気持ちでやっていくので、はい、気持ちは本当に、はい、準備、受かるために勉強をしていくので、ぜ、は、ひ、い、よろしくお願いします残り16時間、何やってんの、8時間で。

これ医者になる必要あるんですかなんかそうですすかそうね。うんえっと本当にいろんな仕事があって本当にいろんな形でいろんな人にそう助けられる仕事いっぱいあると思うんですけどん,なんか自分が最初に目指した医者の人は医者だったしで、まあ、直接人に携わりながらできる仕事が、まあ、医者だと思ったので僕は医者になりたいかなと。 医者になりたいのか,なんか途上国の問題解決したいのかそれともあの経営者で医者でインフルエンサーになってなんかブイブイ言わせたいのか何になりたいのかがそうお <laughs>、まあ、バカにしてんのお前、まあ、そんなこと言われる筋あったっけ俺この空気僕が一番辛つらいんですよ <laughs> <laughs> ちょっと <laughs> そこでやめろば言うべきでしたねそう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  <laughs>、ね、そうそ 細い竜になりたいって言われてお前その8時間のね勉強してますってもうほんなめとんのか割れって感じだよお前そうですねで俺8時間なんかで1日俺勉強時間が終わったらね当時ね自分の顔面ボコボコに殴ってたぞマジで当たり前だろお前どこに16時間本当何やってんだよ8時間で終われる神経がわかんないわどこに脳みそついてんのお前なあその通りですだからさお前みたいなやつが ね、プランクトンってね自分で言ったけどもう言えて妙だよ本当にな生態系ピラミッドの中の最下層やろお前みたいなやつが受験生会ピラミッドの最下層だよ本当にわかるはい分かってますお前みたいなやった気になって何もできてない太郎生ってのがみんな踏み台にされて現役生に追い越され一郎生に追い越されなで俺やってんですけどねっていうやつがね大量に現れるんだよ 大量にいるの。プランクトンだから。お前みたいなやつが。大丈夫かお前、それで。8時間しか勉強してません。これから頑張ります。みたいな。いや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 。お前、もうやっとるわ。落ちた日からやるんだよ、死ぬ気で。普通はな。はい。まあその感覚、どこ行っちゃったお前。そうですね。まあ成田高校に恥ずかしいぞ、お前。大丈夫かどういう神経でやってんの今。毎日毎日、どういうテンションで生きてんの ほんま高剛性視点のレベルだよお前ポケーっとしてんのかどんぐらいふんみのスケジュールでやってんのなんか作ってんの毎日の勉強計画例えば何月の模試で何取りたいそういうのあるの自分の中で去年まではそういう計画立てたんですけどそれがね本当にもう自分に甘くてな計画立てたんですけどそれを実行できない日々が多くてそれでもうなんか計画 なん午前中の計画もう1年以上の計画立てて、まあ1か月立ててで午前中でなんかもうだんだんあもうこれ今日間に合わないやってなって、まあ、そ計画立て,て立てたんですけど本当それを、まあ、自分に甘くて本当にそれをできなく,できなくてそれはできませんでしたまあこの「タイガーファンディングで」でしっかり自分のこの1年間の道を 獲得したら本気でやろうと思ってたってことですか。まあその前から本当にやるべきだったってことは本当に細井先生に言うと間違いないんですけど、うん、はい本当に睡眠時間以外は全部勉強するつもりでやります。細井先生の YouTube チャンネル見てたんですよね。はい、細井先生が受験生時代ねそうやって勉強してたか聞いてなかったですか。うん、それはまだ見てなかったです。まだ<の>見てない。もう。 椅子に自分をくくりつけて、もうトイレも行けない、そんな過酷な状況で勉強されてたんですよ、細井龍先生は。しかもくたびれたサラリーマンの背中を借りて、通学途中に勉強されてた。 松原さんみたいな人の背中にうまい紙書いてて書いてたので<や>僕書いてはないです <laughs> で、でかいですけど大丈夫でかい <laughs> 広いんだよ黒板がまああのねあのこんなヤンキーやったら僕も怖くて背中隠すしかないですけど <laughs> それがやっぱ気迫があって <laughs> 逆に聞きたいんだけど、うん、細井先生は何に憧れたんですか、うん、細井先生に憧れたっていうよりかは本当に医者を 目指してて、で、そこで本当に支援を受けながら、一生やりつもりだったんだけど。その、あ、じゃ、細井先生は、なんか再生回数かなんかわかんないけど。あの注目を集めるための、名前として使ってるだけで、別に対して憧れてないですって話なんです。でいや、細井先生、いや、本当めちゃくちゃ失礼だと思うよ、それ。いや、ここで名前あげてさ、細井先生の名前出して、まあ、確かに。なんかお金持ってた雰囲気はある,あるからね。<laughs> そのあるかもしれないけど、でも、なんか。そこまで言うんだったら、きちんとその人がどういう人生を生きてきたかとか見てさ。 それで憧れて自分もそうなりたいから死ぬほど勉強するんですって言ってこのんじゃないですか、はい、名前だけ出せばさもう、まあ、ね有名だしすごい方だからそれでなんとなくみんなの共感得られるんでそんなことを我々に期待ししててましたてまたなめすか僕らのこと正直に全部言うと、はい、最初は、えっと、ここに書いてる通りに、えっと、学部に受かり派遣途上国で貧困地域で医者をしながら教育環境を作り人材を育てるって言いたかったんですけど。 えっと僕がこれがこのキャッチフレーズがサムネに載るのは分かってたんで本当にそれが虎にも興味を持っていただけるまあそれ僕がやりたかったことが本当にそれで考えたら本当に細江先生と重なる部分がまあ多少あったので本当に虎にも刺さりえっとまあ視聴者にも興味を持っていただけるようなまあ自分なりにそれだけこうやって長く言うよりかはそうやって自分なりに工夫して やっていくつもりだったんですけど、まあ細井先生がまあ好きっていうのはまああんまり大体的にアピールするはしない方がいいのかなと思って、言ってることがよくわかんないです。結局あれでしょ。その細井先生の名前使えば共感をやれるか何か知らないけど得だと思ったから使っただけでしょ。でも自分がやりたい自分がやりたいいや別にさちょっと言いますけど別に全然別に発展途上国の貧困地域で医者やってないし。 はい、最初から僕は噛み合ってないと思ってるんですよね最初のその将来の姿を聞いた時から僕は違和感があって医者をやりながら他の授業をやるってことは重なってると思います僕それ全部,重な全部重なってる必要はないと思うんですけど僕は医者をやりながら YouTube もして,ていい学習塾も経営して医者をやりながら他の授業をやれる人間になりたいですって言えばいいじゃんなんで細井先生って名前使うんですか 別に医者やりながら授業やってる人んたくさんいます。それこそユーチューブで発信している人たくさんいますよ。まあ、でも、あの、かばうわけじゃないんですけど、要は多分彼が言いたいことっていうのは。あの、今までは、何がしかのこう支援を受けながら。えっ、ー、と、発展途上国に行って、医者としてやろうと思ってたのを。細井先生を見たときに、あ、誰からからの支援を受けなくても、自分自身で医者でも稼げるんだって。 でそこで細井先生をリスペクトして自分も細井さんのように何か医者以外のところで稼ぐことも覚えながらやっていく道を選びたかったんだって言いたかったんじゃないですかね。あそれは僕もすごい理解をしてるんですけど、はい、だったらその冒頭から細井龍先生になりたいって言ってましたよね彼は。細井先生龍先生を参考にしてとかじゃなくて細井先生になりたいって言いましたよね。そう えと最初に開校一番細い流になりたいって言えば受けると思ったっていうところだと思うんですよね。それはちょっと許してやってほしいなと僕は思いますけどねどうでしょうか。まあね、だから発展途上国で医者をやってもねなかなかそこでもうけるつもりはないし、まあ、それを続けるための資金を得るのが、まあ、人からもらうことを考えてたけども自分でなんか事業を起こして稼げ で、それで自分でやればいいっていうことを思いついたきっかけが細井さんだったとう。はい。ですかね。第二のドラゴン細いになる。志願者が思い浮かべる理想。対する虎たちは。容赦なく現実を突きつける。虎の追撃が続く中盤戦。果たして。どう戦い抜く。まあ、ありがたいことに、僕も最近ね、いろんな S. N. S. で。 細井さんのような男になりたいですとか細井さん目指して医学目指してますって、まあ、言っていただけるんですけどね渋谷アマそラクリニック院長ドラゴン細井美容外科医としてあなたの施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白竜がタイガーファンディングに舞い降りる まああのー、本当に大成するやつっていうのはねそんなこと言わないんですよ正直なところ言わずに黙々とやるんですわそれがやっぱり最短何でかっていうと言ったところでそれは行動が伴わなければ本当にさっきも言った通り絵に描いた餅なんだよね細井さんっていう人がいるなぐらいでそういう人みたいになりたいなで終わっちゃうわけだから言うためにはね自分がやってないと本当にその言葉にね魂が乗らないんだよ だからちゃんと俺もう千葉井に受かるもう三段立ってますっていう状態で細井さんになりたいって言うんだったらまだしもこんなゴミかすみたいな手持ってきて細井さんみたいになりたいって言っても俺が孫正義みたたいいにななりっって言って言のと同じなんだよね例えばもうその孫さんにねもうあと10倍いけば近づくっていうところまで行ってて言うんだったらその言葉には重みがあるしこいつならやるかもしれないって思われるけれども俺が今そう言ったって誰一人そうは思わないわけだよね。 今その状態なんだよ。はい、実際さ、<う>現実と理想が乖離しすぎちゃってて、誰もみんな納得できないわけ。だって、俺みたいにやってないじゃん。お前、だって、のらりくらり8時間勉強して、うぃーって満足してるでしょやべえぞ、それ、マジで。やばいって。だって、二浪でさ、お前の撮影でも言ったけどさ、お前、勉強以外何すんだよ、お前、人生で今。他にやることあんの、逆に。 お前の今人間的価値って何二郎の偏差値なんか60弱ぐらいの人何よで医学部志望まださ自分のねそこの身の丈に合った何か職種を探しててこれからどんどんなんかやっていこうって思ってるってまだしも全然突拍子もない目標を掲げてねむにゃむにゃ言ってるやつって今社会的価値何なの何もないですそれがさ貧困がどうだらこうだらとかさ 言うレベルにねえだろまず。と思わんそうです。いいかお前をなお前のためにもさいろんなさ国がさ要はお金かかってるわけよ人間一人ねだから人間ってね800万900万ちゃんと年収を稼がないとちゃんと国から得ているものと対価が合わないって言われてるぐらいなんだよお前今1円も産んでないし全然税金払ってないでしょもうすぐ二十歳になるのにねどうなんそれ 大丈夫やばいと思わないの何で思わんやばいですやばいよなはい8時間やって満足したってわけじゃなくて本当に甘くてタイガーファンディング出た後だったら、まあ、勉強するだろうみたいな、まあ本当に去年と何も変わってないですねいやでもね普通に考えてよこの成績持ってこられたら例えばうちの塾に面談に来ましたまあ2年早くて2年だねうまくいって2年 でまあ3年かかってもしゃあないよって言ってもいいレベルだと思うのよだってなお前今普通の進学校ね来年一倍に受かる高2生が受けてもこれ以上点取るぞお前あの当日模試っていうのがあるでしょ東進さんとかでやってる共通テスト当日模試みたいな、はい、1>, 1学年下が受けたとってこれより取るぞお前だからつまりお前は1年前に合格するとこのラインにいないってことなんだよ つまりこの4月もう半ばになった状態で今から勉強したところであと何ヶ月なんだお前共通テストまで8ヶ月ぐらいいしかないんだぞ無理っぽまあでもこれだ結構そのな勘違いしてるところがあると思ってて我々がそのお金を出して で、塾通うとか、無償で指導を受けるっていう、そのお客様として、まあ受験相談に来て、もうどうしようもない状況やから。これだけのお金を払って、何とかしてくださいっていう状況なんですよ。うん、なるほど。その壮大な目標があるとか、夢があるのはわかるんですけど、地に足ついてなさすぎて、多分基本信じてないんですよね。目の前の勉強頑張れてないのに、国境を越えて、海外の貧しい国とかのために。 何かやるとでしかも向こうでそんな収益見込めるもんでもないでしょうから人のために努力するっていう、まあ、まあ事業家じゃないですけど一人で一人の大人として海外飛び出て主体性持ってやっていくはずの人が今地に足つけて勉強もしれないし結構去年の要因がまあ外部要因のせいにしてるところも多いしどっちかっていうと入塾費用とか月謝払うんで面倒見てくださいって言われてる立場でも 細井先生おっしゃったように2年3年かかるよっていう状態なんでなんか結構そのずれてるっていうか今の話で我々がお金出して塾通ってってところまでなるのかっていうのが結構まあそうするんやったら今本気で勉強しててあとアドバイス受ける環境さえあれば受かるんでなんとかしてくださいっていう人とまた立場が違ってくるんで今結構そのマイナスのイメージになってるんですよね勉強できないな負けてる。 ここから,こ,っからもうこの場しかないですけどどうやって残り半、えー、まあ8か月、まあ、9か月後ぐらいにはもう共通テスト入ってくるわけなんで、はい、そこでまあ点数取って千葉で受かってってするためにこの場でどう変わるのかとかそこのところもっと気持ちだけじゃなくてなんかまあ体系的なところでもそうですし何かちょっと欲しいですね本当に行動が変わりそうな変わりそうやなって思える言葉がでも全員欲しいと思います。なるほど 本当にこうやってこのそういうレベルの高い大学に受かった人たちの話を直接聞く機会っていうのが今日が初めてで本当に,そんなんか本当にこ8時間があ甘いってことは分かったんですけどもうそんなに本当にやばいぐらいその甘いってことを全然自覚してなくて。うんででこと そうですね。とりあえず5月1日にカワイもしがあって、そこで本当に偏差値65までは出す絶対出すんで、その金もで本当に睡眠時間以外は全部勉強して、それで結果絶対出します。うん。マジ？65？言っちゃったね。受けちゃう？大丈夫？数学やばそうだけどどうなの？ 価格もやばいね。六十五って思い可愛い結構高いぞ。大丈夫か？ちょっと現実的ではないと思いますよ。伸びてんの？大体この落ちてからこの二三ヶ月あったと思うけど、伸びてんの？まあそんなに伸びてないと思います。え。ちょっとね。まあ気持ちはわかるんですけどね。気持ちはわかるんですけど、まあ。 そんな2週間もないわけでもう一つさ林くんあの、はい、ずっと聞いてて思ったのはねこれ君あの初めてのプランじゃないですか、はい、第一号はいろんな人の塾にね無償でってこれをね僕林くんはこの無償っていうのをすごく軽く考えてる気がしていてそうですあの、例えば僕も知らないけど細井先生のところにさ仮に100人塾生がいるなら。 僕のの一人分分なんててでしょって武田塾なら1万人生徒いるから1万分の1でしょってこれ実は全然違っていて君が無償でそこに入るっていうことは他の当たり前に優勝でその塾に行ってるし生徒たちやその親が全部これを見るんですよ。でなんであいつだけタダなんだって本当にタダで入れるだけの価値のあるやつなのかっていうふうに。 みんなが見られるから実は一番これ慎重になるんですみんながお金を100万円出すことよりも慎重にならないとこんな簡単な判断ができないのでもきっと君の中では軽いんだよねこれ先生たちお金持ってるでしょって一人ぐらい無償で入れてもいいでしょってねった後のリスクがどれだけあるかってう もちろん数字も伸びるからその分落ちた時の,そのダメージっていうかその企業へのイメージっていうのも本当に下がるってことの分かっててでも本当に自分命かけて勉強するから僕は本当に今年で絶対受かるつもりでいたんでそのじゃあ,あじゃあそれはあくまで君のことやんかはいはい君じゃなくて僕言ったやろ今周りのことを考えたかって他の塾生の人がそうですそうですそうですね まあ、本当に成績ないのに何で入ってんだとかそういうイメージされることは分かってたんですけど分かってんだったらこの撮影までに勉強してこいって話なのよ8時間とかじゃなくてさ分かんないですどのタイミングで決意をしたのか分からないけど、はい、松原さんに電話で、ね、鬼電してで「大です」って言ったその日から今日まで一日絶対15時間16時間1回も欠か,かず勉強してきましただからお願いしますっていうのがそういう筋道でしょ 少なくとも1か月近くありましたよね、まあ、もう分かったと。それは入ったら勉強できるとか、ちょ,ちょっと勘弁してほしいですね、はい、うちの塾もそれなりにお金をいただいてやっているので、もちろんこういう会なんで入、無償入塾だったら、真剣に僕も検討して、今、話をしてますけど、はい、やっぱりそういう言い方をされてしまうと、逆にちょっと怖いですよね、そういう子をやっぱ入れちゃうとっていうふうに思っちゃいます。 どれだけ保護者の方からクレーム受けるんだろうって。うん、あ、林くんよりね、その誘望な人っていっぱいいるんだよ世の中には。だ、なぜ林くんが、まあそのお金をもらったあるいは無償入学を受け入れてもらったのかっていう、それは客観的第三者が納得する理由がやっぱ欲しいよね。要は誰もが林くんがだったらばそれに対する対価、まあその価値を。 まあ見出してくれるだろう、あるいは生み出してくれるだろうと思うのであれば、それは視聴者もみんな納得して。送り出してくれると思うんだけど。どそうじゃないときたらね。まあそれは当たり前だけど、不満が出ちゃうんじゃないの?。まあそうですね。いやそこまで本当に考えてませんでした。もう虎たちへの、あの、深く落ちた場合のダメージっていうのを考えたんですけど。その他に一緒に勉強している生徒たちへの、うん。そういう配慮っていうのは、本当にかけてたような気がします。うなどこの塾行っても。 今年厳しいぞ普通に考えたらどうすんだ人生本当に就職すんのか俺今まで何十人何百人って生徒見てきたけど今年終わったら今年だめやったら就職しますって就職したやつ一人もおらんみんななんだかんだ親が助けてくれたりとか <laughs> 要は他の学部を受けるはめになったりとか、うん、医学部志望だけど役あるいは看護また理工そういうところも受けて、まあ、行くはめになったり 結局お前のの親はどう思ってんのこの状れ、まあ、母,母とも話してえっとまあずっと医学部を目指してきたんで本当にここでお母の気持ちとしては「諦めてほしくない」「人生長い目で見ても一度目指してそこで諦めたら、えっとまあ、今後長い人生を見ても失敗する可能性が高い」って言われたんですけど、えっと、話し合って「まあ、今年本当に今年ダメだったら」 もう,、はい、もう IT 系とかでもちょっと働いて、うん、そういう道で自分で自分の力でやっていくって,っていう形で、まあえっと、合意はしててもうそれ言ってる時点ってかなり厳しいんじゃないですかまあ俺だったら働きながら続けますって言うけどね勉強ですかだってお前の夢は医学部合格なんだろ はい、I. T. 系企業に勤めることだったのか?。違います。だったらフリーランスで週四でも週五でもさ。エンジニアとして働いて、残りの時間。勉強に当ててる。最重研制なんて、まあ、んの中五万といるぞそうです。僕、まあ、仕事しながら。僕、い、十七、えっと、高校二年生の時に。一度、まあ、修学旅行が行けない経験があって。そのお金がなくて、その払えなくて。 僕がピザーラでバイトして食べたお金が30万でその海外修学旅行だったんでそのために使うお金が30万でその半年のお金を使えなくてその修学旅行のまあその時プライドが本当高かったんでもうお金がなくて修学旅行に行けないって友達に言えなくてその、まあ、前後二週間前後1週間ずつその、まあ、バレないように、えっと、休んでいた時期があってその時にも 学校に戻ったらなんで行かなかったかどうせまた聞かれるからって本当に学校を辞めたいと思って本当にお母さんに自分バイトしながら高卒認定取って医学部受けるって言って本当にそこから1か月間えっと派遣のバイトでえっと荷上げ屋の仕事をしながら勉強しようと思った時期があったんですけど本当に全然なんかそんな甘い世界じゃなくてやっぱ17の,の僕にそのやっぱ罵声を浴びながら。 やってたた時期があったんですぱどそれ到底仕事しながらその本当に医学部に入るための実力を、うん、得ることはできるのかって考えた時にその仕事しながらでは正直厳しいんじゃないかなと思ってて、うん、仕事の種類によりますよそれは。あそれは荷上げの仕事とかね肉体労働をそれだけ長くやったら、まあ、勉強する体力なくなると思うんだけどもでも本気でその行きたいんだったらその働く手段も別にその仕事だけじゃないから。 続けやすい仕事だったりスキルを自分で身につけてフリーランスで働きながらで効率を稼いで空いた時間で勉強するってことも今は別に求めたら YouTube でいっぱいねそういう情報を転がってるから探しやすいじゃないですか、うん、そこも多分思考にやっぱこうっていうかまあ何が何でも成し遂げたい目標なんじゃなかったら <laughs> 我々もなかなか無理で諦める目標ならそんなに。 こっちもまあお金もそれこそ親御様が働かれてで自分の息子さん娘さんの将来叶えてもらうために我々の塾に払っていただいてるお金からまあ出るわけですからそれは働きながらやったらちょっときついですねみたいな感じだとなかなかね同じこの100万円の価値は一緒なんでちょっとまあ今年失敗して失敗しても働きながらそのもう一回医学部入 を受けるっていうのが僕。僕はそれがなんかそういう各課題って言われると思ってて、本当にだったら本当に今年1年で勝負して本当にそれぐらいの覚悟で勉強。した方がやっぱりそのもいいんじゃないかなと思ったんですけど、いやまあそれはそうなんですよ。今年で受かるっていうのはみんな覚悟持ってやるんですよ。ただ、無理やった時に諦められるぐらいやったら、あの家庭内で完結した方がいいんじゃないか。っていうのはま率直に思います。 その今年受かるのが1%の可能性でも今年でやめますかもう受験はそれを知らなかったんじゃないかもっと受かる可能性があると思ってたから事件間でやるって決めて結構そ,そ,そ,それがもう難しいとうんほんとに受かるとずっと思ってましたどうしますかじゃあで,でも医者になるっていう夢は本当にいや10歳の頃に夢見てから一度も変わったことがなかったのでもう自分の中ではそれを なんかそ,のそれぐらいの覚悟でやりたいっていう意味で、本当に今年でやめようってかっけかっ、えー、覚悟したんですけど、うんだから本当にで、ね、も、それでも、もしも落ちてしまったら、まあ、いややっぱ口ではいや、まあ、諦めるって言っても、本当にまた諦められずに、また、まあ、目指してしまうのかなとは、まあ、思ったりもします医者になる夢への本気度をはかる虎たち。 虎と志願者がぶつかり合うタイガーファンディング物語は一体どう決着する残された時間は残りわずか虎たちの答えははいえー、だいぶ時間も経ちました <coughs>、えー、そろそろ締めに入っていきたいと思いますでは谷さんラストステークメントです、はい と本当に自分が何も分からず、本当にすごく甘えてたことも分かってます。だけど、本当に今日帰ってからでも、もう今日勉強道具持ってきてるんで、今日の帰るの電車の中からでも、本当に残りの時間、次の事件まですべて使って勉強します。えー、命かけて勉強するんでよろししくお願いしますはいでは冒頭で私がお話ししたように、まずは1巡目。 ご自身が運営されている予備校に無償で林くんを一年間ですね迎え入れるか否かの決断を順番にお聞きしていきますまず細井先生お願いします現状ではできかねますはい、えー、では小林さんそうですねあのー 難しいです。はい。山美さん。はい、えー。難しいです。吉村さん。そうですね。ちょっと入塾無償入塾は厳しいです。はい。はい、えー。松原さん。そうですね。まああの、まあ、うちはオンライン予備校なんで、やっぱり今のこの林さんの状況では難しいかなと。やっぱ管理できないので。終わ、はい、りました。えー、では一巡目。皆さんは残念ながら。 ご自身の予備校で受け入れることはできないという結論が出ましたので、えー、2巡目ですね、ならば、彼は、えー、と合計金額、希望金額100万円です、100万円を得た上で、どこかの予備校に通いたい、でそれについてのリターンは、えー、企画書に書いてあるとおりだと思いますので、これまた、えーと、もし仮にオールになった場合には、しっかりと話し合いをしていただくということを考えた上で、ご決断をお願いします。 はい、では細井先生お願いします。はい。うん、まあ、ごめんなさい。二十万ぐらいですかね。ありがとうございます。はい。まあ、あの、もうお名前出していただいて、本当にありがとうね。あの、僕を目標にしてくれるって言うのは、本当に嬉しいことですし。まあ、その林君と同年代の人で、そう言ってもらえることが多いのは、すごい光栄なんですけど。やっぱり、一つでも当時の俺に、まあ、勝てることを持ってから。 やっっぱ言って欲ししいい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 いなと思いますすす個でもいいででででででももももも勉強時間でもいいし何何合いいだから全く一個も叶ってないのにあの言うのはただの理想論でそれは全然ね心に響かないだからまあこれ見てるね子たちもまあちょっと輝かしく映るかもしれないけど知恵度吐くような努力して、ね、死ぬかやられるかみたいなところを生き抜いて今があるわけで今日それを俺は苦痛とも1ミリも思ってなくて楽しんだ最高に。 戦うのをを最高にエンジョイしただその気持ちを持ちってしいよ、ね、戦うのがつらい勉強するのがつらい努力するのがつらい違うんだよつらい超気持ちいいっていう状態でやれば人を超えることができると思うよ頑張ってありがとうございますはい小林さんナッシングでお願いしますまあ医学部受験頑張ってほしいなと思うんですけどんちょっと応援する理由が自分の中に見つからなかったですすいませんありがとうございます 山上さん、はいえー、ナッシングで、えー、自分の、えー、途上国助けたいのか医者になりたいのか経営者になりたいのかインフルエンサーになりたいのか細井先生は1万人に1人の時代なんでそうなる前にまず自分の何か適性を見極めてそこに全別として、えー、しっかり一つまず道を極めてから頑張ってくはい吉村さんそしたら10万円だけ積みますまあ 変わりたい気持ちは分かったんで応援はしたいんですけど、何が何でもやり抜く、誰に応援されなくても、誰がお金出してくれなくてもやり抜くってその覚悟がもっと乗ってたらもっと詰めたんですけど、応援はしてるんですけど現実を見るとこの金額かなと思います。ありがとうございます。はい、では最後になります。えー、彼の希望金額はえー、っと百万円ですね。今細井先生から二十万円と、えー、吉村さんから十万円出て三十万まで積み上がってます。 松原さんいかがでしょうか僕も20万が限度かなやっぱりその想像してたのとやっぱりこう勉強時間の実態が違ったというところででも例えば細井さんの塾で管理されたら変わるかもしれないかなっていう気持ちをちょっとこれで表現したんですけど、まあ、ちょっとね 金額が足らないんですけど、これしか、はい、僕の展開は。ありがとうございます。はい、はいさん、えー、残念ながらあの合計金額に達しませんでした。はい。あのここまで来てですね、もう言っていいと思うんですけど、あなたなりにどこに予備校にもし仮にね、えー、100万円というのが得られたら行こうと思ってましたか。えー、行っちゃっていいんだったら、まあ一番行きたかったのはメディケートで。 金額的に竹、まあ、田塾がまあ合うかなと思ってました受験タイガーファンディングはあの本来、えー、とうちじゃないチャンネルで流してますけれども、まあ、彼がですね本当にあのがむしゃらにこれからの残り8ヶ月やるっていうんだったら「令和の,の虎チャンネル」で追っかけさせてもらってもいいですかそれをだから僕残り50万出しますけど。 えっと、なんか全部を救いたいい気持ちじゃないんですよただ一点だけ彼が、まあ、今年でねイチローで辞めようと思ってたところをタイガーファンディングに出会って、えー、もう一回って言った気持ちがどこまで本気なのかもまだ分かってないんだけどでももし彼が言うようにで、えー、タイガーファンディングに出会って人生変えたいと思ったならばそれが何かこう。 形になることを見届けたいなっていう気持ちがあります。僕としてはなのであのー？まあ、10万,20万出していただいた細江さんも含めてですね。これは皆さんのあの共、ー、感も得ていた。得てあ共感もいただいてのことになりますけど、どうですか？ あのうちの塾としては、はい、ちゃんともう支払いがされているのであれば、はい、その出どころに関しては一切口を挟む必要はありませんので、はいはい、入塾するという、まあ、ご希望があれば、はい、それはちゃんとあの面倒見させていただきますで8ヶ月もう最高の,、まあその授業と、はい、管理をして、まあ、彼が伸びうる最大値まで引き出すことはできると思うんですが、はい、それがその彼の希望する大学に、まあ、到達するかという確率はまだまだ低いと思います。なのでだから 俺はその2年間やるつもりないのかっていうのをさっき言ったわけでねそこでまあ人生ね1920で決まっちゃおかしいと思うんだよ全て俺は大学受験でさね人生が決まるなってれおかしいと思うよ、うん、日本はだってそんなの結局生まれた家が裕福だったり生まれた親がねめちゃめちゃ賢かったらそういう要はもう生活をしていくわけだからさそれおかしいと思うよだから。 まあ諦めない方がいいよ何労してでもやった方がいいし働きながらでも医学部行けばいいじゃんなんで行かねえんだよ世の中いっぱいいるじゃんお前ビデオさん見てねえのかよお前45歳だって医学部受かってんだぞおもう45歳でやるのとお前20歳でやるのどっちが楽なんだよはい20の方が全然楽です絶対楽だろお前ビデオさんだってできんだよお前絶対できるよなんでやらないなんでやるって言えない何で来年働くんだよお前がなりたいもんなんなんだよ医者です じゃあ医者になれよお前はい医者になりたいです絶対諦めんなお前一生ありがとうございます負けんなよ自分に親とかじゃないんだお前の人生で親とか先に死んじゃうんだうからお前医者になりたいんだったら医者になれよ一緒に医者やろうぜありがとうございます頑張りますオールならうちで見ますまあ、とにかくね 今日、自分のすべてをぶつけたつもりでも皆さんからは希望金額に達しなかったことをちゃんとかみしめた方がいい、ね、その上で今日この部屋を出た時から気持ちを変えて頑張りましょうはい、ねはい、じゃあえー、っと、すいませんあの僕の方からあ,のあと。 メルケート百十万らしいので、六十万にしましょう。調整いたしました。はい、では、えっと、一旦。完全オールです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。頑張って。ありがとうございます。負けん、皆様。はい。頑張り、頑張ります。最後まで諦めません。変われるといいですね。頑張ってくださありがとうございます。良かったですね。おめでとうございます。本当にありがとうございました。皆さんの気持ちを代弁するつもりはないんですけど。もう今日は。 ナッシングでもいた,いたしかたないって、みんなが思ったと思います。はい。それもまた、道なんだなと思いながら。松原さんも。普段ならね。残り全額とかってよく出すじゃないですか。それでも。ニジマスが出さなかったことは。すごく重いよ。はい。うん。あの。で。僕別に本当に救ったつもりなくて。やっぱりなんかこう。受験生版もそうなんだけど。あの。僕は応援する番組であり続けたいし。 今完璧な人なんて誰もいないからなんかその人たちが変わっていく姿みたいなものを見たいと思っています細井先生がずっとおっしゃってくれたように今ダメダメ君なんだよねダメダメ君がこの今日という日を一つの分岐点にしてなんかこうぐっとねあのもう一回こう上がっていくというか頑張れる姿を、えー、令和の空で流したらそれが えー、君じゃない別の人に響いてその人たちもいやなんかあんなやつだったのに頑張ってるやんって見られることで他の人を励ますことになればいいなと思う魂胆ですはいなのでその魂胆のために僕今日50末見ましたのであ,のあんまり僕に感謝しなくていいですあの僕がなんかそういうちょっとやらしい気持ちを持ってるのかもしれません <laughs> はいいや感謝してくださいよ 頑張ってねはい、はい、ありがとうございますじゃあ改めておめでとうございましたありがとうございました激しい戦いを強いられた受験生版タイガーファンディングその結果は見事大逆転オール達成99%不合格と言われた戦いを制し志望大学への合格を勝ち取れるか受験生の挑戦は 続報を待て受験生版タイガーファンディング志願者募集中夢に踏み出したい熱意のある方大募集詳しくは「概要欄から。